いかがですか。まゆちゃんいかがですか。美味しいですよ。ほら。あの静岡のお酒ですね、非常に水に恵まれた土地で、素晴らしいお水がたくさんあります。そのお水の影響でですね、綺麗で優しくて丸い、そういったあの飲みやすい、飲み飽きしないお酒が静岡のお酒の特徴だと思います。静岡県の今30畳蔵がありますけれど、そのうちの27畳が今、お酒作りをしておりますけれど、あの非常に若いその世代が頑張ってお酒作りに上がってますので、非常にその盛り上がっていると、はい、いいものがたくさんできていると思います。若い方たち非常に興味を持っていただいてまして、でまた女性の方、非常にあの静岡のお酒に興味を持っていただいているというのはありがたいことだと思います。あの今日も出品しておりますけれど、平成17年にできました誉れ富士という静岡オリジナルのお米がございます。誉れ富士というのは酒造的米、いわゆる酒米なんですけれども、この酒米で作ったお酒はですね、ふくよかで味があって、こう食中酒として大変人気があります。竹が短いものですから、山田と比べて竹が短いものですから、東北に強い、倒れにくい酒米だと聞いております。美味しいですよ。富士山が近いこともあって、綺麗な水を使っているのかなっていうのもあるし、他の県とは違うお酒をあのいただくことができて大変光栄です。同じお米を使ってても違う味で、すごく甘かったりすごく辛かったり違いがあるので楽しいです。違いが楽しめて、はいはい、一番美味しいです。綺麗な味わいがあるんだけども綺麗な、そこは絶対です。都内で飲んでても結構静岡の日本酒の名前聞くようになってきたので、もっともっとこう人気になればいいなと思います。初心者だったんですけど、とても飲みやすくて美味しかったです。